ございます。 SK48 研究生高校2年生16歳の愛知県出身みはるんこと川島みはるです。よいしょ。遅刻じゃない、寝坊しなかったね。そう、寝坊しなかったです。4時に出たんですけど起きれました。眠くはない。すっぴんです。イエイ。通勤前に一瞬だけ見れてありがとうございます。今ね、これね、リップはね、いつものやつ塗ってます。昨日ブログ書いたんですよ。読んでください、川島のブログ。もうブログなんて書こう、何書こうかなと思って、なんかもうね、もう今日公演なのでもう何も考えずに生きてる。前髪切れるかな、今日切ってもらえるかな。もう切ってもらえなかったら泣いちゃう。今日行くよ、ありがとうございます。今日は大岡行きます、ありがとうございます。なんかすごい眠そう。全然眠くない。ショートスリーパーに目覚めたんですか、島は。おはようございます。そう、さやちゃん生誕祭です。入内島、私の大好きな入内島。今日は桜パンダ広場へ行く。わあ、羨ましい。いいな、いいな。鈴木さんに会えないかな。会えないな。話、いや別に公園出れることの方が全然嬉しいんですけど。仕事行ってきます。頑張ってください。おはよう。おそばね、たまたまみはるに会えた。今日はいい日だ。ありがとうございます。仕事行きます。今日はここまでだね。 ありがとうございます。見てくださって。日村さんとピオさんの後悔をしました。いいなぁ、津崎さんに会いたいし、今田さんに会いたい。なんか、今田さんの最終劇場公演の時に今田さんが来てくれてありがとうって言ってくださったんですけど、気候に走っちゃったんで、めちゃくちゃ後悔してる。本当に後悔してる。最近ゾックが熱い。さやぴさんかわいい。会社で見てます。ありがとうございます。つわもの。でもなんかね、前に2歩後ろに2歩進みました。でここにね、なんかね、できててね、なんかこれなんかずっとあるんですよ。だからなんかニキビとかじゃなくて、なんかずっとあって、潰れなくて、なんかやだ、すごいやだ。なんかほくろみたい。朝ショールームやって本当にやってくれると思ってなかった。だってイエーイ。今しかね、ちょっとショールームできないんで。メガネの後じゃないです、なんか。わかんないんです、これ。痛い。痛くはないんだ。なんか、こうなりました。山田さん見て。本当に気候だった。何にも言えなかった。はいって言っちゃった。意味わかんなかった、本当。
本当に申し訳ない、本当に本当にごめんなさい。そう、おつまこも今日公園出るから、みんなこの時間しかないのさ。イエーイ。頭真っ白？違う、うん、そう、なんかね、まさか本当に公園開園ギリギリ前にさきさんに見張る見張るみたいな呼ばれてみたら、山田さんがいて来てくれてありがとうってくださったんですけど、そのタイミングでまさかと思ったから、なんかふぅーなった。1分だけ乗りました。あ、まつげあげようと思ったの忘れてた。おつまことかぶって困った。だって川島見てくださいよ、ブログね。そう、ブログさんに上がってましたね、川島さんのブログ。みはる呼びはさきさんだけなんで、本当に旧期でも多分みはるって呼んでる人、あ、まあ赤堀はいるけど、でも赤堀ぐらい、本当に本当に赤堀ぐらいだな。え、なんか6期生さんとか見てると、なんか同期だけ下の名前で呼び合ってるみたいなあるじゃないですか、なんかおしりんさんに対してとか。でもなんか9期なんか本当になんか全員みんな名字で呼び合ってるなと思って、なんかえなちゃんとかココナとか名字かぶってるからあれなんですけど、なんかもう下の名前で呼ぶしかないんですけど、あとナーヤンとかはなんか、でもナーヤンのことも竹内って呼んでる人いるし、うん、基本的に本当にみんな名字な気がする。だからさきさんに初めなんかびっくりされたこと、なんか名字なんだみたいな、名字呼び捨てなんだみたいな。でも中さん、あとももか、ももさんはまあももさん、ももだな。あ、まあゆっちもそっか、白井さんだもんね、ゆっちだね。でも本当にほぼそうだよ。青海、赤堀、新野、池田、入内、おつまこ、あ、あやちゃんはあやちゃんだな。でもあやちゃんも岡本って呼んでる人いるし竹内、そっかそっか、竹内ってみんな呼ばないの、さきさんで振り向くのが怖いからか、そういうことか。だからみんな竹内って呼ばないのか、なんやなのか。藤本は藤本ですよ。さやちゃんはさやちゃん、なんかね、さやちゃんかい、なんか入り口って呼びたくなる。アラノさんと呼ぶと分かるの、アラノタンって呼んでる。でもなんかタンって呼ぼうと思って、おつまこはおつまこ、でもあ、そっか、おつまこは、そっか、おつまこって名前か。あと誰だ、あ、ナタリーはナタリーだ。タンはタンですよ。タンタンって呼んでるんです。なんかタンタンっていうノンタン、なんかあったな。カタンさんは振り向かないですよ多分。今日はみんな下の名前で呼ぶ日にしてみては。急にミュウちゃんって呼び出したらちょっとって感じですね。ナタリーは杉山感薄い。え、なんかね、昨日ね、久しぶりにね、仲間もに会ったらね、もう、ももがね、中坂のこと、みゆって呼び捨てしてて、なんかね、なんか尊かった。もう、本当に可愛い、大好き。
まあ、杉山は確かに、まあ、アイエさんがいるし、杉チルっていうなんかワードもあるからね。リカチュウさんなんていう、もう無理ですよ、絶対呼ぶの。本当に無理ですよ、だって。あやかは呼ばない。あやかとは呼ばないだろうな。なりたい。そう。ふゆちゃんはふゆちゃんですね。ふゆちゃんなんで。え、なんか本当に川島ね、すごいね、先輩と話すときとかに、先輩の話するときとかにね、すごい気をつけてるんですけど、ピオスさんって呼ばないんですよ、あんまり。都築さんって呼ぶじゃないですか。特に文面とか、本当に。なんかピオスさん、なんか本当は都築さんって呼びたいんですけど、なんか周りがピオスさん、ピオスさんって言うから、ピオスさんって、なんかノリで言っちゃうことあるんですけど、基本的に都築さんって呼んでるんですよ。なんか、サキさんはサキさんって呼んでって言われたんで、サキさんって呼んでるんですけど、なんかあんまりなんか、距離感の詰め方がわかんないから、なんか気持ち悪いかなと思って、急になんか、慣れ慣れしくなんか呼んだら。下の名前でさん付けて呼ぶってなんか慣れ慣れしくないですか。だから、リカさんとも呼べない。なんか慣れ慣れしくないですか。なんか特に都築さんの場合なんか、あれですね、下の名前で呼んでる方って、都築さんのことすごいなんか親しい方が多いじゃないですか。だからもう絶対都築さんって呼ぼうと思って。いや、距離感の詰め方わかんない人だと思われたくない。里加穂さんとかはもうね、佐藤さんって呼んだらなんか多いじゃないですか、情報が。でもなんか高柳さんとかはなんかチュリさんなんだろうなって思う。でもナルピーさんもナルピーさんなんですよね。なんか片岡さんっていうイメージない。なんか片岡さんって呼んでる人あんまりないじゃないですか。だからなんか旧期で上村さんのことあゆかぴょんさんって呼んでる人いる、こういっぱいいるんですけど、もう川島はもうなんかずっと上村さんって呼んでる。もう都築さんっていう、川島はもうとりあえず都築さんって言い続ける。もうみんながなんかどれだけピオスさんって言ってても、川島は都築さん呼びを貫く。嘘、わかんないですね。なるさん、なるちゃんさんとか。そう、なんかまきこさんも斉藤さんっていうよりなんかまきこさんって感じじゃないですか。だからなんかまきこさん、なんかまきこさんはなんかまきこさんなんですよね。まきこさんのことを斉藤さんって呼んでる人あんまいなくないですか。知らないけど。あ、そう、福士さんのさ呼び方をね、すごいね、うん、川島はね、すごい分かんないですよ。ずっと思ってるんですよ。まあ、福士さんと話すことも多分あんまりないと思う。話す機会はないと思うんですけど、あんまり。なんか、ドンちゃんさんか、ドンさんか、福士さんか、ナオさん。でもナオさんは違うじゃないですか、なんか。でも本当に、それこそなんか、本当に距離感分かんない人じゃないですか。ドンさんって呼んでる人いますよね。でもなんかドンちゃんさんなんか正解なのか。なんだろう、すごいすごいなんか分からなくないですか。あ、青木さんもなんかおしりんさんの方がなんか、青木さんって呼んでる人いないじゃないですか、あんまり多分。でも、チャンさんってやっぱおかしいのかな。ドンさん。それはね、すごいね、すごいね、誰かに聞いてみたかった。
古畑さんはね、でも古畑さんって呼ぶじゃないですか、基本的に。わかんない、逆に福士さんって呼んでる人いますか、どれだけいますか。あ、そう、なんかやっぱそうなんですよ、あのちかこさんがそう、なんかなおちゃんみたいな呼び方してるじゃないですか。そう、そうなんですよ、そういうことなんですよ、なんかそういうことなんですよ、そういうことなんですよ。シリンさんのね呼び方はね、大場さんが一番可愛いよ。そう、そうなんですよ、どんちゃんさんを、そう、そう下の名前で呼ぶのって、そう、同期さんぐらい、ドラフト1期生さんぐらい。あるのはもう姫たんって呼べばいいんです、もう。あの他の呼び方で呼んで怒られるのめんどくさいから、もう姫たんって呼べばいい。そう、なんかドラフト1期生さんが言ってるよね、みなるんさんは大場さん、みなるんさん、川島は先輩からはもうみはるがいい。あ、でもさきさんだけが、なんかさきさんだけが言ってる方がなんかいいのかな、どうなんだろう。でもなんかチーム E さんの2分間MC に出させていただいた時に、みはるーんみたいな先輩が言ってくださったのは嬉しかった。なんか、あ、どっちがいいんだろう、なんかみはるんの方がなんかって感じですね。谷さんは谷さん、谷さんの天気予報めっちゃ声良かった、もう本当に谷さんかっこよかった。キューキーがルカさんって言うとどっちか分かんないことがある。でも北野ルカさん、え、川島もしかしたらフルネームで呼んでるかな、北野ルカさん、井上ルカさん、あ、でも井上さんって呼んでるわ、北野さんと井上さんかよ。鎌田さんは鎌田さん、鎌田さんかわいい。え、なんかおるうさんとかもだけど、なんか呼んでってなんか言われないと言っちゃいけない感ありません、あゆかぴょんさんとかもだけど。はたごんさんは高畑さん、伊田さんかレオナさんか、そう、それもすごい思う、迷う、伊田さん、レオナさん、レオナさんかな、でもなんか名前が珍しいからかな。みよまるさん、みよまるさんだな。そろそろ仕事行ってきます、頑張ってください。花田さんはもう相川さんですね、もう入る前から相川さんって呼んでるから、もう相川さん指が抜けない。熊崎さんは熊崎さん、熊崎さんもなんか下の名前で言われたらなんかわかんないかもしんない。熊さん、熊崎さんは何だろう、熊崎さんは熊崎さんだな、呼ばないと先輩から壁があるのかなと思う。でも喋な、なんか喋った時に、なんかお話しした時になんか呼んでって言われて呼ぶのと、なんか勝手になんかあだ名で呼ぶのってなんか違くないですか。ララさん、ララさん、え、なんかララさん
で、なんかララさんって名前が珍しいっていうか、漢字が珍しいからか、なんか後藤さんの名字の方で名前書いてると、なんか3分ぐらい分かんなくなる。なんかもうりさこさんが出てくる先に、なんかりさこさんが出てきて、後藤さんってなる。ねがいさんはねがいさん、くまさんなのか、くまさんなのか。なんか丸々って呼んでいいですかって、なんか呼ぶ機会がないかもしれない。りさこさん可愛かった。りさこさん急にくまさんって呼んだらおかしいじゃないですか。なんか野村さんはやっぱみゆまるさんなんだよな。プーさんって間違えたじゃないですか。もうゆずぽさんとゆずきさん、石黒さんって呼んでる、日高さんって呼んでる。みはるちゃんにガチ恋していいですか。ガチ恋してください。こういう人です。はちみつ好きそう。ドラフト3期生さんは西さん以外、そう、西さん、平田さん、あの椎名さんなのかな、平田さん、ラブリンさん、ゆうゆさん、なんかゆうゆさんのことやっぱ大谷さんって呼んでる9期生もいないじゃないですか。だからなんか呼びやすいのかなって思う。椎名さん、ゆうゆさんかな。なんか大谷さんってよりゆうゆさんって感じじゃないですか。椎名さん、ラブリンさんだな。なんか中野さん、なんかラブリンさんはなんかもう、ね、ニックネームのインパクト、印象がすごいなんか強いかなって思う。東京からバスで劇場を向かってます。素晴らしいです。中野さんって呼ばなくないですか。ラブリンさんの方がなんかラブリンさんって感じがする。そう、川島はエジソンになるんですけど、まだちょっとあの電気開発でき、豆電球みたいな開発で、あ、白熱球みたいなやつ開発できてないんで。手に持ってるのはパンダです。入内島と大橋真子と川島はパンダ同盟なんですけど、まあ、川島と今もうね、川島と入内島はパンダです。そうだね、アイリーさんだとなんか水野アイリーさん出てきちゃう。あ、勝手にパンダ同盟って言いました、ごめんなさい。なんかね、ショートスリーパーになったの本当に最近。なんかショートスリーパーだと思いますか。4時に寝て、6時半に起きれるのってショートスリーパーですか。で、全然眠くないの。これショートスリーパーだよね、多分。全然眠くないですよ今。すごくないですか？だから多分ショートスリーパーに目覚めたんです。川島多分エジソンになるんですよ、ごめんなさい皆さん。川島はエジソンになります。夜更かししてるとかじゃなくて眠れないんですよ。もうだって授業中も何も公園出るから関係ない。早寝早起き大切。
もう遅寝しかできない。最近ねお家のねドライヤーが変わったんですよ。なんか今までのやつなんか風量がおーぐらいなんですけど、なんか新しいドライヤー本当にもうめちゃくちゃ風量強いのを買ってきてくれたおかげで、なんかうわーみたいな夜中に、うん、夜の3時ぐらいにわーみたいなドライヤーを使ってるの本当に申し訳ないなって思う。肌に悪いって思うじゃないですか。今日めちゃくちゃ肌綺麗なんですよ。なんかうーん素晴らしい。今日本当にね朝起きてねさっきね顔洗った瞬間なんか肌違いすぎてもう本当に最高って思った。サーヤポーズしちゃった。なんか体を休めるとかじゃなくてなんか本当になんか眠れなくて、眠れないのになんか生きていけるっていう、全然なんかもう素晴らしき体質って感じ。なんか逆になんか寝ない方がなんか肌綺麗かもしれない。違うのかな、そういう感じが良くないね。ランキング読みます。13位ヨッシーさんありがとうございます。12位 KEVPH さんありがとうございます。11位さすらいのゆうさんありがとうございます。10位やましいやっとまくみはるをみはりたいさんありがとうございます。9位かみぴーさんありがとうございます。8位みーぶんさんありがとうございます。7位お茶さんありがとうございます。6位おちてんさんありがとうございます。5位まさぽむさんありがとうございます。4位ずくさんありがとうございます。3位ぴかたさんありがとうございます。2位えいじさんありがとうございます。1位斉藤さんありがとうございます。38位せりさんありがとうございます。というわけで今日もありがとうございました。もう57分なのか、まだできるな、わかんない、できるかわかんない。うああ。というわけで今日は公演です。ぜひじゃないな、絶対に、絶対にはダメだ。今日は入内島さやかちゃんの生誕祭なので、皆さん白白白を振りましょう。ありがとうございますありがとうございました。ブログ読んでください。絶対今から本当にブログ読んでください。本当に川島もブログ書いたから読んでください。ファイトンカツ頑張ります。公演楽しんできます。ありがとうございます。スタバ怖くなかったよ。新発見しましまコンビイエイ、ありがとうございました。